吉宗評判記暴れん坊将軍。年の瀬が迫ったというのに。はい、辰五郎が頑張ってくれていることでしょう。おい、おい、まだ奥に進んでないぞ。行け、押しておいろ。よかったな。まったくだ。これで一安心よ。みんなよくやったな。半時の間に一年分働いたぜ。今日、福沢。やお、お前ら怪我なかったか。ええ。そうか。まあ、マシのもんにも誰も怪我にもいねえようだし。よかったよかった。よし、それで引き上げだ。はい。走ろう。はい。あれよ。おお、いけねえ。やっぱり怪我人がいたよ。ああ、もし、どうしますか。わしは、めぐみの。へい、うるさい。なんでって、その方たちの口出しすることではないわ。いや、でもね、カジマの怪我なら、おしろが。黙れ、文言の意地じゃ。その方たちの関わり知ったことではないわ。え、それ。カジマ、また来ました。あしはめぐみの火消しでね。
殿の意地じゃ。町人どもの串出すことではない。下がり。かつて深川八幡境内の吉津張りの茶店がいつの間にか2階建ての建物に変わり、前掛け姿の茶組女が芸者に変わっていったのがここ深川である。ちょうどそれは吉宗の時代、享保の頃であった。深川と言わずここを辰巳と呼んだのもこの頃からである。深川八幡以来の縁日がここに並び、物売りが出て大道芸人が集まり、いつしかここは江戸市民たちの一大娯楽地帯になっていた。冗談じゃねえ、この深川は燃やせねえよ。そうよ、江戸の町人にとっちゃ格好のいいところができたんだもんな。そうよ、お酒食らって騒ぐばかりが飲むじゃねえってんだたまにはつつとんつむつてつてちゃんとこつってて、はい、したいねえ。そうだよな。あ、それにしてもよ、千代木こせえな。おお、そうだな、どうしたんだろう。おい、千代木くちゃん、ほら、つて千代木くちゃん、おそら、ほら、千代木くちゃん、ほら、千代木くちゃん、だわ、ほら、おお、あがましい。しかし、町人とも会ってていけ。冗談じゃねえ、ここは深川よ。えらいの勝手にはさせねえぜ。さて、てめえらが出てけ。たまれ、プリムロ。なんだと。やるせい。ねえ、じいさん。いや、もう妙なこと言いますけどね。侍なんてのはあんなもんですかね。何がだ。いや、何やってね、ゆうべの火事でね。まあ、火消したと帰る途中だったんですけども、この問いたいに乗せられた侍二人来たんですよ。火事で怪我したのか。いやいや、足もね、そう思ったの。ところが違うんですよ。なんつったと思います。なんと言ったのだそれがね、部門の意地っつったんですよ。ほう、町人の出る幕ではない、座るよりと、こう来たもんね。人がせっかく心配して言ったのに、そんなもんすかね。そうか、そんなことがあったのか。おかみさん、おかみさん、おかみさん、どうした。おい、キッ、大丈夫かい。どうしたんだ、てめえらどうしたんだよ。これ、すいません、侍たちと大喧嘩しちまって。喧嘩、バカやるのか。大丈夫か。ない、大したことないんですよ。おじゅしかしろおい、ぼじゃんしてる気合いを呼んでくれ。おばちゃん、はい、どう引いてね。それからあの、さらしと焼酎用意しとくれ。はい、おい、しかし、大丈夫か。大丈夫だ。どこでやられた。深川でさ。深川、こっちはおとなしく待ってたんだよ。それいきなり三品たちがドヤドヤって入ってきやがって。侍、またかよ、しょうがねえ、なんとに。おう、お菊ちゃん。たっつん、ごめんなさい、私のことで迷惑かけちゃって。なに、これから話をつけるところで。あ、新さん、紹介するよ。お菊ちゃんってんだよ。いや、今違うんだよ、今深川で芸者をやってる千代菊ってんだ。俺はね、この子がこんなちっちゃい頃からずっと可愛がっていたんだよ。新さんつってな、何でもいい、困ったことがあったら相談しな。私は徳田新之助、よろしく。そうか、それほど深川には侍たちが来るのか。はい、大名たちが大勢。大名、それは意外だな、大名たちが深川に通うとはな。みんなお忍びなんですけど、今じゃ深川も江戸の町人たちのものじゃなくなったみたい。そうか、そうなってしまったか。お役人に言っても相手が大名ですから。父親のところへ行くというが、あんたの父親は何してるんだ。はい、ずっと猫屋をしてたんですけど。猫屋。ああ、あのにゃんとなく猫を売っていたのか。いいえ、材木の根っこのことです。大きな材木の根を引いて板にするんです。お店の看板とかついたてなんかにそうか。で、お父っつぁんの後を継ぐ者はいないのか。弟がいるんですけど、体が弱かったもんですから。
だって大きな根っこになると大変な力仕事なんです。そうだろうな。だから私芸者になったんです。でも弟もやっと丈夫になって今お医者様の勉強してるんです。そうか、それは楽しみだな。はい、道筋を変えよう。え、あんたのお父さんの家を奴らに教えることもあるまい。振り向けば。はい、香川から追ってきたんです。お主たち、さっきから何の用だ。お主に用はない。その千代菊に話がある。千代菊、我々と一緒に来い。せっかくだが断る。千代菊は今用件の途中。諦めて帰れ。何？何の用件だ。俺といいところに行くのさ。どこと聞くのは野暮というものだ。さあ千代菊、行こう。はい。今の連中を知っておるか。恵みの人たちに乱暴を働いた侍たちです。どこの侍たちだ。安藤備前の神様の家来たちです。安藤、そうか。新さんって強いのね。びっくりしちゃった。何しろ美人が見ているからな。まあでも上手ね。何がだ。これからいいところ行くだなんて知らない人が聞いたら本気にするみたい。嘘も方便さ。それよりもここで別れよう。え、そのうち深川にも行ってみよう。本当に来てくださいますか。ああ、ではごめん。惚れたくなるみたい。忠相、深川のことをお主のところに届いておるか。あ、残念ながら何も来てはおりませぬ。同心たちも相手が大名武士のため手を出しかねているのでございましょう。そうか、なるほどな。よほどのことがない限り奉行所としても乗り出すわけには参りませんな。火事といえば忠相、昨夜の火事の時果たし合いがあったというが知っておるか。いえ、存じませんが。相打ちだったらしいが、それならばもう一度決着をつけるだろう。武門の意地だとか言うが、無駄に血を流すこともあるまい。忠相、お前も気をつけていてくれ。心得ました。言ってるの。おとなしい子だ。何も口に出しては言わねえが、嬉しいには違いねえ。たった一人選ばれたんだからな。長崎行って立派なお医者様になる。俊ちゃんだけじゃない。お父っつぁん長い間の夢だったんだもの。もういいんだ。おめえがそれほど深川にいるのが嫌だったら、何もかもなかったことにするしかねえ。結構結構、武士はそうでなくてはなりませぬぞ。爺は部門の維持に賛成か。賛成も賛成、大賛成でござりまする。
ああ、連れがし常日頃から嘆かわしく思うておりましたが。何をだ。ああ、旗本、大名、江戸詰めの侍どもの優柔不断さでござる。そもそも武士の本分の何たるかも忘れ、いたずらに試食にふけり、下部音曲にうつつを抜かし、世も末世末法と嘆いておりました。ああ、そうでございましたか。部門の意地の果たし合い、いや結構でございまするな。少々、そりゃましに有本五郎兵衛の後任として務めてもらう。必ず初期の目的を貫徹するのだ。川北和江も。よいな。ははい。よく聞け。森川は役目に倒れて役目に準じたのだ。その方こそそのお役目を継ぐ適任者であるとわしは信じておるぞ。はっ。うん。ほら、指名であるぞ。はおびよ。どうだ様子は。ご覧の通りです。いつの間にか深川も侍たちの町になってしまったようだな。それもすべて各藩大名の家臣たちです。かわいそうに町の連中は商売になりませんや。藩紅葉型、現代風に言えば藩の生涯係である。したがって責任も重く、その権限も大きかったのは言うまでもない。その藩紅葉型が相次いで深川に来ていたのである。お、貴様、お主。それとお前は小籔の小梅。お前たち一体どこの侍だ。いきなり人の座敷に入り込むとは随分無粋な人たちだね。それとも何かよお前さんたち。うさ、ご身分にかかりますよ。おう、そうだっけ。失礼、邪魔いたした。どうやら言ったらしいな。どこの侍だ。初めて見る方たちです。これじゃ龍子が怒り出すのも無理はないな。恵みの人たちだけじゃありません。江戸の町人衆みんな怒ってるんです。でも相手の大名たちだけに手が出せないんです。そうか。また別口だな、馬鹿侍どもが。どうした。怯えることはない、出てきなさい。何かあったのか。はい、
と追われまして。今の侍たちにか。はい。じゃあここに隠れているがいい。ありがとうございます。ひなびくちゃん、姉さん、また来たのかいの侍たち。あんたたちいい顔した仲なのにね。千代菊、この二人を頼む。あのちょっと新さん、俺とお前は親分の子め。姉さん、ごめんなさい、お邪魔じゃなかったかしら。うん、そんなことないよ。それよりあんたたち大変だね、あんな連中に追っかけられて。何、いざとなりゃ覚悟はついてます。謝っちゃダメだよ。ええ、でもだってこれ以上お姉さんにご迷惑はかけられません。いいのよそんなこと。もう逃げるしかないや。お大名に目をつけられたらもうおしまいなんです。よいな、何事も殿のお好きなようにするんだぞ。身の光栄と思え。はい。これ至高前で。はい。ついでくれ。はい。そなた、誰か他の大名に呼ばれたことはないのか。ございません、初めてでございます。初めて、そうか、初めて。そうじゃなくてはならぬ。うん、いやいや、よし、まずは飲め飲め。これでは二の大役が無事務まったというものよ。あとは殿のお腕次第じゃ。いや、まったくだ。お殿様、おやめください。あ、あなた。大名たちの見栄の張り合いとしか思えません。そうか、ご苦労だった。しかし忠相、思ったよりも実情はひどいな。ああ、仰せの通りです。自分たちの町を奪われた町人たちが行かれば、大名と町人たちとの間に大きな争いが起こりましょう。辰五郎もそう言ってた。おとなしくしてればキリがないとな。どうしたんです？ああ、逃げようとして侍たちに切られたんだよ。こんなことって、あるかよ。ガラーももうこれでおしまいだね。まったくだ。どうだどうだ。私に任せてちょうだい。これじゃもう深川もおしまいね。それはひでえや、もう我慢できねえや。それであれかい、深川
知恵ないっていうのかい。そうなの、気まぐれで浮気な大名たちが次から次へ、もうめちゃくちゃ。断ればたちまち大勢の家来たちが乗り込んでくるし。お役人に言いつけたら。だって相手が大名なのよ。ちげねえな、大名相手じゃこれはね、役人は手が出るわけねえもんな。そうだ、これは新さんに言うしかねえな。え、新さん。ねえ、新さんがどうかしたのかい。いや、なんでもねえよ。おお前さ方、ここにいる安心だな。嫌なこと忘れてゆっくりしてきな。そうよそうよ。ねえ、私に踊り教えてよ。何を言ってんだおまっちゃん、踊りなら私がいくらだって教えてあげるよ。昔はお菊ちゃんと競ったことだってあるんだから。しずやしずしずの黙りこりかし。ねえ、よくやったよね。あの頃に戻りたいね。おいけねえよ、もう湿っぽくなっちゃいけねえよ。おさえ、若いもんで集めてよ、その、なんか気晴らしにパッと一杯でもやってみな。ちょっと俺ら出かけてくれよ。お前さん、どこ行くんだ。大丈夫だ、すぐ帰ってくれよ。あ、新さん。様子は全部聞いていたか。新さん、俺はもう我慢できねえ。これから深川行きますよ。ちょっと待て。今度のことは俺に任せろ。でもねえ、新さん。いいから俺に任せろ。バカ侍どものことで大事な頭は危ない目に遭わせたくないからな。新さん。え、それよりも二人のことしばらく預かってやってくれ。いいな。え、それはもうそのつもりですが。何？千代菊がいないと？はあ、誠になんとも。バカ者！草の根を分けても探し出せ。よいな、使命であるぞ。はい。十代よ、千代菊はまさか大浦文吾が引き取ったのであるまいな。それは大丈夫かと存じます。大浦文吾に遅れをとってはこの安藤備前の治りじゃ。部門の維持にかけても千代菊は我が物にせねばならん。そのためにも中大夫、全力を振るってあげべ。まさか千代菊は安藤備前が連れ去ったのであるまいな。その点につきましては間違いないと存じます。千代菊、伝兵衛、必ず千代菊を連れてまいれ。部門の維持にかけても連れてまいれ。連れて来るまでは屋敷に帰ってはならんぞ。もし帰ったならばよいな。はい。よく取りするつもりか。たわけろ、暴言は許さんぞ。黙れ、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 黙れ。やるか、貴様。静かにしろ。どうして二人とも血だらけになって切り合うのか。何者だ。それが部門の意地というのか。何やつじゃ。殴られよ。気取るな。ここは色町の芸者の家だ。土足で飛び込んできてわめいたところで始まらん。ではお主、なぜここにおる。千代菊はどこにおるのだ。千代菊はおらん。俺は千代菊の用心棒よ。分かったら帰れ。では千代菊に伝えておいてもらおう。まずわしが先だ。あ、拙者大山伝兵衛と申す。お主黙っておれ。ここはわしが先なのだ。わしが先だって言うのか。わしが先だって申してるではないか。黙れ、黙れ、黙れ、黙れ。わしの大物。いい加減にしろ。どっちが先か、血だらけになりたいのか。刀で決めても、千代菊がいなくてはお主たちは屋敷へは戻れまい。
少しは落ち着け。どうせ千代菊が帰ってくるまで待つしか手はない。ああ言語道断、もってのほかでござりまするぞ。よくもそれで部門の意地などと申したものじゃ。断じて許すわけにはまいりません。ああ上様、早速にも安藤備前と大浦文をお呼びつけになって、当然でござりまするぞ。待てじい、両名の者を呼んだところで知らぬ存ぜぬととぼけてしまえばそれまでのこと。家来どもを呼んでも同じことだろう。主人が主人ならば家来も家来、まったく世は末世末法。本来ならば死をもって主君を戒めるのが家臣の務め。それはどうにもなりませぬわい。何手はある。えと仰せられますと、深川の町をもう一度町人たちに戻してやるのだ。え、じゃあお菊ちゃん芸者辞めるっていうのかい。だってもう深川に帰れないもの。帰ったら結局力ずくで連れて行かれてしまうもの。お菊ちゃん辞めてどうするの。お父ちゃんはあんなお年だし、だって俊ちゃんがかわいそうじゃないか。姉さん、私のことだったらいいんだよ、気にしなくても。俊ちゃん、お父さんと話し合ったんだ。私が諦めりゃいいんだ。また材木の根っこに取り組みよう。お父さんもそう言ってるんだ。俊ちゃん、まったなっちゃない世の中だよ。せっかく女が一人前に働けるところができたと思ったらすぐにこうだろ。だって仕方ないの。私たちやっぱり弱い中年だもん。せっかく粋な遊びを教わろうと思っていたが、千代菊もやっぱりただの女だったな。俊ちゃん、俺はお前をもっと意気地のある江戸っ子だと思っていたが、やはり大名の前では黙って泣き寝入りをするだけの女だったのか。俊ちゃん、諦めて帰ろう。待って俊ちゃん、私にだって深川っ子の意地があります。何、千代菊か。は、確かに千代菊と申しました。うん、どんな…よし、ご苦労、しばらくそれにて待て。そうか、そうか、うん、どうも。そうこなくちゃ。千代菊、千代菊はやっとわしのものじゃ。世は幸せだ。恥を晒すだけだ。いいか、みんな、新さんが千代菊と一緒に深川へ行ったとなりゃ丸く収まらねえぞ。こうなったら江戸っ子の意地だ。侍たちを一人残らず張り倒してやる。いいな。お前さん、早まったことするんじゃないよ。相手はお侍なんだからね。もしものことがあったら。そういうお兄ちゃん、江戸っ子の意地は分かったわ。うるせえな。新さんと千代菊ほっとけるかい。行くぞ。
やけ、お、見ろ、あ、安藤見てんじゃん、あ、抜かるな、あ、認め、あ、急だよ、はい、敵は走り出したぞ、はい、抜かるな、はい、投げ、安藤美伝、前へ行くため、ヤギ、ホンカルナ、ハー、チューダユー、はい、蹴散らせ、はい、カンサ、いかれ、ズリン、行きなさい、行きなさい、行けこれが貴様たちの言う武門の意地か。天下の大名たちのすることか。出てこい、千代木君。千代木君。この侍どもにはっきりと言ってやれ。はい。お二人にはっきりと申し上げます。私は深川の芸者です。踊って歌ってお酌するのが商売です。喜んでお勤めいたします。でも芸は売っても体は売らないのが辰巳芸者のたった一つの誇りなんです。大名に呼ばれたからといってのこのこついていくと思ったら大間違い。それが深川の芸者たちみんなのお答えです。深川は町人たちの町なのです。いいないな、純粋だ、日本一、大名が勝ってみて、この世は帰り、そうだ、それは町人の町と一緒だからな。分かったらとっとと失せろ。おもれ、許さん、やれ。姿に見覚えはないのか。俺の顔をよく見ろ。
将軍様。やだそんなの。せっかく新さんに気に入られたと思ったのに、将軍様だなんて。違う違う。俺はめぐみの新さんだ。それよりも千代君、めぐみたち町の火消したちは自分たちの力で江戸を火事から守っているぞ。深川もお前たちの力で守らなければ、町人たちは町人の力を集めるのだ。よし、子供たちを全員召し捕れ。とんだ物笑いの種を作ってしまった。あれ、たまにあれ、あら、言い切れたよ。頭、どうなってるんです。どうなってんのか俺が聞いてくれだよ。あいつら、ここで、いや、ほら、ゴールつく。頭、おう、新さん。深川やっぱりみんなの町だ。千代菊の踊りでも眺めながら、一杯やるか。初めて惚れた相手は将軍であった。だが踊る千代菊の胸の内は熱かった。自分の目に狂いはなかった。男の中の男を選んだのだと、その誇りを胸に、彼女はその後長く名妓として名を残したのである。吉宗は大名たちの深川への出入りを禁止した。深川だけではなく、すべての有利への出入りをも禁止した。深川は再び江戸市民たちの町になった。行きと切符が売り物の辰巳芸者の伝統が、その後長く江戸文化に華やかな彩りを添えたのは言うまでもない。俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は改まぬ年の始めをお迎え、お喜びを権上つかまつります。うん、めでたい。頭、
勘定奉行所の若侍が一人殺されました。何？め組の連中は関西で宴会を、その中に熊谷六兵衛がおります。あのヒルアンドンの無能でクソ真面目の六兵衛か。初春やヒルアンドンも浮かれ出し、どうぞご期待ください。